おはようございます。6月10日今たまスタート。さあ今週のスタジオはこのメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。さあ今月とか今日ですね、6月10日まさに今日、はい、時の記念日、時の記念日、はい、ということなんですけれども、はい、ご存知でした、うんね、初めて聞きましたね、うん、時の記念日なんですけれども、うん、お二人は時間大切にされてますか？はい、はい、私はしてますよ、ちゃんと時間を。はい、小堺さんと違って。あら、何か含みがあれなんですよ、寝過ごしちゃって、うん、浦和駅過ぎちゃったんです。すいません、遅刻しました。まさかそんな日に遅刻を。時の記念日の日にね。時の記念日、はい、無事ね、この場には間に合ってました。間に合ってました。セーフですけれども。ちなみに岡本さんはいかがですか？はいはい、昔は結構ギリギリまで寝てたりしたんですけど、うん、今はもうなんかアラームより先に起きちゃいます。おじいちゃんです。いやいやいや、なんてこと。いいこといつも岡本さんもスタジオは一番早く来てくださいますからね。ありがとうございます。お願いします。お願いします。さあ本日のラインナップはこちらです。アンゴラちゃんが越生町で旬を迎える梅を満喫、うん、そして後半は埼玉県美術展覧会で見事入賞した高校生たちとその作品をご紹介します。そして番組後半には素敵なプレゼントのお知らせもあります。ぜひ最後まで見てください。さあ最初のコーナーはアンゴラちゃん。はい、このコーナーでは旬を迎える越生町の梅をご紹介します。梅といえば2月から3月に花の見ごろを迎えるんですが、果実の旬は5月の中旬から6月の下旬なんです。そうなんですね、はい、これからこう夏になっていく、暑くなっていく時期なんで、はい、梅でさっぱり飲み物も含めてね、いいですよね、うん、ぜひ見ていただきたいです、はいはい、今回は収穫を迎える越生町の梅をもう思う存分楽しんできました。ぜひご覧ください。さあ今日は梅の収穫最盛期を迎える越生町にやってきました。見てください、この一面に広がる越生梅林を、ね、梅の木って意外と低いんですね。ちょっとここに来る間車の中から町を見てたんですけど、町の至る所に梅の木が生えてて、もう誰が見ても特産品と分かるような、それぐらい生えてました。今日はですね、越生町の梅を紹介していくんですが、なんと梅を使ってあるものを作っている場所があるということで、そちらへ行ってみたいと思います。ということで、梅畑を離れてアンゴラさんがやってきたのは、公民館。一体公民館で何を作っているんでしょうか。我々はその調査に乗り出しました。ここでなんと作っているらしいです。あ、たくさんいらっしゃいました。あ、すいません、お邪魔します。あ、こんにちは。あ、こんにちは、おはようございます。集まっていたのは越生町のサークル千の会空の皆さんです。会員は全部で10名、毎月活動を行っています。早速なんですが、はい、皆さんはこちらでどのような活動をされてるんですか？はい、こういったものを染めてます。おお、元はこれ白だったのにこう染められたんですね。はい、これです。これは何ですか？はい、梅の枝です。あ、枝で。はい、千の会空では剪定などで出た梅の枝を農家から譲り受け、その枝を煮出して作った染液で染め物をしています。染液作りは染める日の1週間前から始まります。毎日1時間ほど枝を煮出しては冷まし、煮出しては冷ましを繰り返し色を調整します。ではですね、はい、今日はアンゴラさんに特別に染色をしていただきたいと思います。こちらストールで、ストールだ、はい、柄を作っていただければありがたいなと思います。なんか柄とかはいかがですか？柄とかできるんだったらやりたいですね、はい、なんかどういう柄があったりするんですか？例えばこういった紐でこういった柄ができます、縛ることによってこういった、せっかく茶色なので、はい、なんかこうクマとかってできたりしますか？で、あー、やったことないんですけど、はい、じゃあ、はい、私も
アンゴラさんも挑戦してみましょう、はい、挑戦して、はい、はい、動物柄という発想は望月さんにはなかったそう。さすがアンゴラ村長。望月さんのアドバイスで耳を2つと顔の計3箇所を縛り、熊の顔を表現します。縛り終わったら染液に浸していきます。いきます。ささ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 さ、はい、はい、これでひたすら、はい、はい、お、ひたすら、まあ、こうさっきみたいにこうやって、はい、沈めていけばいいんですかね、はい、でこれ私がちょっと丸めてみましたので、はい、同じ液で染めたいと思います、うん、はい、はい、もう完全におでんにしかそうですね、まあ、餅巾着みたいな、はい、これはなんかやる時のポイントとかあるんですか。これは時間ではなくて、はい、温度で今度はいきますので、温度が75度から80度ぐらいになりましたら、はい、出来上がりです。染液の温度が80度を超えると布の繊維が壊れてしまうため、温度を確認しながら煮ていきます。染め上がりを待つアンゴラ村長、またしても望月さんを刺激する一言を放ちます。あのなんか最初に見た結構茶色なエプロンって、あれは鉄焙煎することによってまた色が変わります、はい、あ、そうですか、あの今急に思い出したんだけど私何も言ってません、あの、はい、熊さんの耳のとこだけを鉄焙煎してみますか。鉄焙煎、はい、そうするとそこが茶色く、すごい、望月さんの目が輝き出しましたすごい、やってみましょう、じゃあ、ちょっと染液の温度が80度になったら火を止め、そのまま浸します。1分経ったら水で染液を洗い流し、鉄焙煎をしていきます。はい、ではきれいにで洗えましたので、はい、鉄焙煎というものにつけたいと思います、はい、この耳だけを鉄焙煎にしたいと思います。でこちらに映らないように、はい、ビニールに入れたいと思いますので、はい、すいません、手伝っていただけますか。これは水洗いしてから、はい、これやるのがポイントなんですか。そうですね、はい、染めたい部分だけ染まるよう、それ以外の部分を覆うことも重要なんだそうです。ではこれをアンゴラさんお願いします。はい、わかりました。逆さにして、はい、逆さにして、はいはい、こうやって、そうですね、はい、ここだけ、ここだけ、へえ、なんか、あ、匂いがしますね。そうです ね、なんかいぶしたような、そうですね、うん、なんか燻製みたいな匂いがします。鉄焙煎が終わったら最後にもう一度梅の染液に浸して完成です。今回は特別に公民館の一角で干させていただきます。はい、できました、はい、はい、はい、では広げてみましょう、はい、はい、せーの、こっちこう持ってください、はい、はい、せーの、じゃーん、あはでもね、耳と顔で、はい、そうですね、なんかその叫んでる顔とかに見えますけど、そうですね、はい、こんな感じで、あ、でもなんか、はい、3歳児が描いた熊といえば熊ですよね。そうですね、はい、はい、でこれをすごい、はい、広げて、はい、おお、こんな感じで、そうですね。ちなみに望月さんが染めたストールはこんな仕上がり、ベテランの技が光る一品ですね。もうぜひあの線の会が、あの長く続いていってほしいなって思うんですけど、はい、あの望月さんとか線の会の皆さんの今後の目標とかってありますか。はい、梅染めだけではなくて、おごせば柚子も盛んですので、柚子の染め物をやってみたりとか、はい、あと桜ですね、そういったものもやってみたい、挑戦してみたいと思います、はい、あと動物の柄も、そうですねぜひ、はいはい、もうちょっと勉強したいと思います。いや、はい、十分素敵です。いやいや、はい、じゃあ貴重な体験をありがとうございました。ありがとうございました。千の会空の皆さんが真心込めて染めた作品は越生町観光案内所などで購入することができます。越生町にお越しの際はぜひお求めください。いや、梅染め体験めちゃくちゃ楽しかったですね。はい、ということでですね、あの今回は梅特集ということなので、もうお待ちかねの梅グルメを堪能したいと思います。
ということでやってきました。じゃーん、梅林カフェです。はい、なんか本当に入っていいのかなっていう感じのお家感がありますね、かなり。あ、ありました、ここが梅林カフェです。ありました、じゃーん。おー、やってきたのは梅を使った一品が楽しめるという梅林カフェ。一体どんな梅グルメをいただけるんでしょうね。こちらとってもおしゃれな雰囲気のお店なんですけど、はい、こちらどういったお店なんですか。はい、梅農家が営むあのカフェになっております。あ、はい、山口さん西も梅農家の。そうですね、であのあそこの梅林で採れた あの梅を使ってお料理とかお飲み物をご提供させてもらってます。あ、産地直送感がすごい。そうですね、はい、梅林カフェの店主山口さんは90年以上続く梅農家山口農園の代表として、お店に隣接する梅林で梅の栽培にも従事しています。およそ 1.6 ヘクタールにも及ぶ梅林では年間8トンから9トンもの梅が収穫できるそうですよ。私本当にめちゃくちゃこの世の食べ物で一番梅が好きで、嬉しい。もう今日めちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど。本当ですか、嬉しい。なんかおすすめのあの食べ物ってありますか。ですね、梅ジュースがあるのと、はい、あとあそこに梅の食べ比べが気になってました、はい、できますので、こちらがおすすめになっております。ありがとうございます。15種類の中から2つを選べる梅干しの食べ比べは梅林カフェの看板商品です。どれも目を引く梅干しですが、アンゴラさんは一番人気の30年十郎と越生町の在来種紅梅を選びました。まずは紅梅から。いただきます。おお、すごい大きい。あ、確かになんか果肉部分がもうすごいずっしりしてる、はい、いただきます。じゃあよいしょ、いただきます。おいしい。酸っぱいです。最初こうパッて口に当たった感じがなんか甘いんですけど、食べると塩味がしっかり効いてて、で最後になんか酸っぱさが来るみたいな、はい、3段階です。よかったです。はい、続いては30年十郎。30年漬け込んだというそのお味は？うわー、先輩、すいません先輩、いただきます。全然そのしょっぱいって感じはないですね。全然ないですよね、うん、30年って聞くから結構味が染み込んで塩辛い感じなのかなと思ったら、確かになんかなんでこんなまろやかに、うん、全然多分味が違う、なんかこの角がないというか、わかる、わかるかな。なんかこういう色の建物たまにあるじゃないですか、このなんていうんですか、この木造の、あ、築年数結構多いだろうな、かわいい。なんかこの梅も築年数を感じてる。なんか風味が築年数が感じられます。築年数の味でした。まだあのロケ3回目なので、甘めに見ていただいて。築年数の味かどうかはさておき、ジュースもキリッと梅の風味が立った爽やかな味わいで、これからの季節にぴったりです。あの梅めちゃくちゃ美味しかったので、はい、ぜひあの越生町の梅を皆さんが食べてくれたらいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この梅林カフェとか、はい、この農園をやられていて今後の目標などありますか。はい、ですね、梅林カフェは梅って人と人をつなぐっていうテーマでやってるので、はい、まあ、たくさん梅を皆さん召し上がっていただいて、まあ、いろんな人とつながれたらなって、あと梅の良さを伝えられたらなって思ってます。わー、はい、なんて素敵な。はい、もう皆さんもぜひ来ていただけたらなと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。なお、梅林カフェは日ごとに違うお店のお料理がいただけるシェアキッチンにもなっています。山口さんが担当する日は梅干しコロッケと季節野菜のプレートが食べられます。越生町にお越しの際はぜひお立ち寄りください。
いやー、越生町の梅をもう堪能しました。あの梅の枝でスカーフを作って農家さんの営むカフェで食べ比べもさせていただいても、中も外も梅で、今私が梅という状態です。そうです。はい、ということで、あの越生町の梅すごい堪能したんですけど、まだまだ楽しみ方あると思うので、この梅好きの私がまた調査をしに行きたいと思います。以上、梅の里越生町よりお届けしました。また独特な感性で梅の美味しさを伝えてくれましたけれども、はい、いやちょっと今日は金井さんがいないので見つからないかと思ったんですが、うん、見つかっちゃいましたね。やっぱ築年数の 味、うん、初めて聞きましたね、人生で。でもちょっと自分で見て築年数前までは前より上手くなったんじゃないかな。はい、いやでも食べ比べができるってすごくいいですね。キムチのやつとか、もう本当にお酢のやつとかもいろいろあったので、行ってみてほしいですね。これは試したいですね。梅好きにはたまらないですよね。はい、梅染めもすごく楽しくて、結構望月さんと仲良くなって、望月さんがあの飲み会行ったらビール3杯行くタイプっていうことを、知れたので、すごい情報ですね。楽しかったです。ね、梅ってこうお花はもちろん綺麗ですけれども、実を食べても美味しいし、枝まであんな染め物に使えるなんてね、本当にもう魅力たっぷりですね。越生町では明日の日曜日11日に梅の即売会が行われます。越生紅梅の箱売りなどもありますので、ぜひお出かけください。旬を迎えた越生町の梅、今年もぜひお楽しみに。さあ、続いては埼玉の耳寄り情報をお届けする今玉ピックアップのコーナー。今週は宇宙飛行士若田光一さんの知事表敬訪問をピックアップ。日本人最多となる5度目の宇宙飛行を終えた埼玉市出身の若田光一さんが大野知事を表敬訪問しました。若田さんは去年10月から国際宇宙ステーション ISS に滞在。新型太陽電池パネル設置準備のための自身初の船外活動や、模擬尿を処理して飲料水品質の水に浄化再生する次世代型水再生システムの技術実証をはじめ、さまざまなミッションをこなしました。表敬訪問したこの日は、船外活動の様子を収めた記念パネルを大野知事にプレゼント。知事からは宇宙服を着た特製の埼玉マッチが手渡され、子どもたちの希望と未来につながる活動をしていただき本当にありがたい、引き続き活躍を祈っていますと若田さんを称えました。これまでの宇宙船の中から美しい地球を見る機会ありましたけれども、ヘルメットのバイザー越しにですね、眼前に広がる広い視野の地球、それを見た時のやはり感激というのは大きかったと思います。美しい地球、そして輝く国際宇宙ステーション、その先にやはり輝いている月を見てみると、やはりあの月とか星々がですね、私たちを探査に導いてくれているような、そういう印象を持った経験でした。そして、我々月探査に向けて、準備を進めていますので、JAXA の新しい仲間の宇宙飛行士たちが一日も早くですね、月面に立つ日を夢見て、そのために支援をしていきたいなというふうに思っています。今後のさらなる宇宙開発に注目ですね。以上、今玉ピックアップでした。続いてのコーナーは小坂井さん。はい、後半はですね、先月から県立近代美術館で始まっている埼玉県美術展覧会、通称県展についてお伝えしていきます。この県展、昨年は3年ぶりの開催ということで番組でもご紹介しましたけれども、はい、アンゴラちゃんは県展知ってますか？もしかして県で何か展示するということじゃないですか？わかりました。初めて見ていただくことにしましょう。、はい、今年の作品、それから見事入賞した高校生を取材してきています。こちらをご覧ください。こちらは埼玉市浦和区にある県立近代美術館。今年で71回目を迎えた県展、埼玉県美術展覧会の会場です。県展は県内最大規模の出品数を誇る公募美術展で、日本画、洋画、彫刻などの6部門に今年は3191点が出品されました。会場には
厳正な審査で選ばれた入選作品と招待作品など合計1839点が展示されています。クオリティも高いですし、量もたくさんあるし、見応え十分ですね。あ、皆さん頑張って良い作品を作ってらっしゃるなって感心してます。お若い方の高校生の作品なんかすごくはつらつとしていて、で、そうですね、でまた少し上の世代、30代、40代、50代の人たちもやはりすごく力が充実してるなっていうのは感じます。入選作品の中で特に優れた作品には埼玉県知事賞などが贈られます。今年も幅広い年代の方が受賞しました。中には高校生の受賞者もいるんですよ。こちらは日本画部門で埼玉県美術家協会賞を受賞した稲学園総合高校坂本さんの淡い。さらに写真部門でも浦和北高校宮村さんの詩が埼玉市長賞を受賞しています。受賞した坂本さんにお話を伺いました。自分が綺麗だなって思うものとかことを主役の女の子と被っているレースをメインに綺麗に構成できるように意識して絵を描きました。髪の流れとかまつげとかを一本一本描いたり、服とか肌とかの境界線を繊細に細く綺麗に描くことが重要にしていたポイントだったので、そこを注目してもらいたいなと思います。友達をモデルにしてたので、その満足いかない作品とかを作ると申し訳ないなとか思っていたので、そのなんとか賞に入ることができて、なんか報われた感じがして嬉しかったです。そして今年の県展では各部門で優秀な高校生などの作品を表彰する高校生奨励賞を創設。これまでと比べより高校生が入賞するチャンスが広がりました。この賞の受賞者が最も多かった稲学園総合高校の生徒たちにお話を伺いました。まずは日本画部門の小原さん。自然と動物の共生をコンセプトにしています。その動物のように自由に深い部分で関係しながらも寒い冬も乗り越えていくようなその生き方が本来の共生であるのではないかなと思ってこの作品を描きました。彩りとかその鮮やかさが見えるように、まあ、特にその動物の毛並みとかの色合いは力を入れて描きました。続いては洋画部門の長澤さん。可愛い服を着るとか可愛くなりたい自分とそれを気持ち悪いなって俯瞰している自分の2つが自分の中にあって、画面にこういい感じに気味悪くまとめたかったので、そういうコンセプトを意識してます。イラストの描き込みと自分の表情、顔の描き込みを着目してほしいですね。そして工芸部門の糸井さん。多脚戦車という架空の兵器を大元にして、そこから祭事に使われる道具っていう方向性でイメージを膨らませていきながら作品 を作りました。評価をいただいているその作品自体の形とか、それから色の部分がいかに陶芸らしくないメタリックな表現ができるかっていうところにかけて作品を作ったので、そこにぜひ着目して作品を見てもらいたいです。その他越生高校、浦和北高校の生徒もこの賞を受賞しました。高校生奨励賞の新設によって、これからますます若い世代の活躍が期待される県展。こうした県展の高校生への影響について、美術部顧問の白石先生に伺いました。一般の方とこう競って、それで力を試す、そういういい機会、そういうふうに捉えてます。
これから埼玉県の、まあ、芸術文化を下支えする人材が、まあ、育つそういう機会になっていくんだろうなっていうふうに思ってます。県展に向けて日々作品作りに励んできた高校生たち、ここで得た貴重な経験は彼らの今後にどのような力を与えてくれるでしょうか。いつか自分の自己表現の幅を広げて、自分の満足のいく作品を作れるようになりたいなと思っています。そのこれから取り組むどの作品にも精一杯力入れて、まあ、より高みを目指して頑張っていきたいと思います。今回の検定を通して自分がものづくりが好きだっていうところを改めて強く感じられたので、陶芸を続けられるかどうかはまだ分かんないですけど、これから先もものづくりは続けていきたいです。美術と出会えてよかった感動とか嬉しさっていうのを次の美術に関わる人にもつなげていきたいので、その美術楽しんだぞっていうのを広げる活動ができる職業に就きたいです。いかがでしたか。高校生の皆さんの感性の豊かさ、またそれをこう表現する力にすごく感動しました。でもすごく皆さんが楽しくこう、ね、作品を作られている姿にもすごく心を打たれたんですけれども、なんかこういう皆さんの活躍によってよりこの県展がさらに盛り上がっていきそうだなというのを感じましたね。アンゴラちゃんいかがでした。あの長澤さんの可愛くなりたい自分と俯瞰で見てる自分みたいな、すごく考えたことあるんですけど、あれをああいう絵で消化できるんだっていうのが素晴らしいなって思いましたね。見に行きたいですね本当ね。皆さん本当にもはやもうアーティストであるっていうところもあるんですけど、本当にそのテーマの取り上げ方も含めて本当に素晴らしいなというふうに感じますよね。ぜひ皆さんにも見に行っていただきたいと思います。県展なんですが、今月の22日木曜日までさいたま市浦和区にある県立近代美術館で開催されています。紹介した作品以外にももちろんまだまだ魅力的な作品たくさんありますので、皆さんぜひご覧になってください。以上、県展についてお伝えしました。続いてはインフォメーションです。蒸し暑さを感じる日が多くなってきました。この時期は湿度が高いだけでなく、体が気温の上昇に慣れていないため熱中症への注意が必要です。予防のポイントはご覧の5つです。室内でも熱中症になる恐れがあるので、エアコンを上手に使ってこまめな水分補給を心がけてください。また外出する際は日傘や帽子を活用して涼しい服装を選びましょう。めまいや立ちくらみなどは熱中症のサインです。涼しい場所に移動して体を冷やしてください。救急車を呼ぶべきか病院に行くべきか迷ったら、県の救急電話相談ダイヤルシャープ7119に連絡してください。以上、今週のインフォメーションでした。続いてはプレゼントです。アンゴラちゃん。はい、今週のプレゼントはこちらです。山口農園の梅干しと万能梅味噌のセットを3名様にプレゼントします。応募は必要事項に今週の放送のご感想を添えてご覧の方法でお送りください。締め切りは6月13日火曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。さあ、皆さんからいただいたお便りをご紹介しましょう。はい、富士見野市の方からいただきました。50代の方です。ありがとうございます。アンゴラ村長と渡辺さん、若い女子2人のキラキラした様子、ムーミンパーク楽しそうでしたねというお話なんですけども、私たち50代にはムーミンは子どもの頃を思い出させる特別なキャラクターです。令和には生でムーミンとミーに会えるなんて感慨深いですというコメントいただきました。実際会ってみていかがでした。もうもっちゃりしててとっても可愛いので一緒に写真撮ってほしいですね。もっちゃりね、もっちゃりね。たくさんのお便りありがとうございました。さて、来週は、はい、上尾市のご当地カプセルトイ上尾伝説で遊びながら上尾市を巡ってきます。そして後半は、はい、今流れているテーマソングを歌ういたずらストアの皆さん、スタジオに登場します。わ、これ生で聴けるんですか ね楽しみですね、ぜひご覧ください、はい、それでは今時埼玉、今玉、また来週。